関西でございます。今日はさっきの岩本照夫のインタビューに引き続き、照の引退試合となった今日のクラブワールドカップ見てきました。そして試合終わった後ね、照がスタジアム一周したんだけど、そこで照を捕まえて普段は言わないようなコメントね、撮ったんでね、ちょっとみんな注目して見てください。よろしくお願いします。どうも、テルを応援しに国立競技場来てます。結構ね、思ったより人入ってるよ。見てみて、ね、結構入ってるでしょ。入ってる、おっさんも入ってる入ってる。今一緒に見に行ってるマスコくんです。仙台からやってきたマスコくんですよ。とりあえずテルの最後は見とかないとね。あ、サトシね、サトシ、テルの友達。はい、ということで試合の映像は使えないんだけど、試合終わったらテルのウィニングランとかね、そういうとこは抑えたいと思います。どうも。はい、どうも。試合は3対0で負けてしまいましたが、多分ねテルここら辺にウィニングランで来ると思うんで、バチッと抑えたいと思います。はい、多分テル来るんでね、帽子かぶってると分かんないだろうから、わざわざ帽子脱ぎました。どう、イケてる？来た来た来た、テル。来るよ来るよ、テル、やばい、やばい、おいテル、テル落ちろ、ダンスのせいじゃん、せいじゃん、あいつ監督やん、最後まで監督やん、もちろん最初からだよ。お疲れ。また。はいはいはい。テルはね、今ずっと一緒に回ってみんな拍手してます。何分かかるんだろうね、これ終わるまで。ということで、テルお疲れ様でした。おしまい。